こんにちは、モノラスです。今回はパソコンに Windows OS とマザーボード付属のドライバーをインストールする方法を解説していきます。中古 PC への再インストールなどにも対応できる方法です。 Windows OS やドライバーのインストールは通常内蔵カスト付けのディスクドライブを使い、ディスクを入れてそのまま流れに沿ってインストールします。これらのやり方はディスクを入れて進めるだけなので説明は省きます。PC 側にディスクドライブがない場合、 USB にインストールメディアを作成します。そこから Windows OS とマザーボードのドライバーをインストールしていきましょう。通常売られている Windows OS はこのようなパッケージをしています。紙パッケージの中にインストール用のディスクが入っているので、 PC にディスクドライブがある場合はそのまま入れてインストールしていきましょう。別 PC から USB に Windows OS のインストールメディアを作成していきます。検索エンジンから Windows ダウンロードと検索します。 Windows 用のインストールメディアを作成するを選択しましょう。 Windows 10を選択してツールを今すぐダウンロードを選択します。ダウンロードしたツールを開いていきます。別 PC のインストールメディアを作成するを選択します。USB フラッシュドライブを選択し、インストールする USB を選択します。8GB 以上の容量が必要なので注意しましょう。USB を差し込んで PC に Windows OS をインストールしていきます。電源を入れると自動で Windows OS のインストールが始まります。設定など流れに沿ってインストールしていきます。プロダクトキーがある場合はここで入力します。ない場合はプロダクトキーがありませんを選択しましょう。インストールする Windows OS のバージョンを選択します。Windows のみをインストールするを選択します。パスワードや個人情報などの設定をしていきます。言語の設定をしていきます。設定、ディスプレイから画面の解像度を設定していきます。
Windows OS のインストールはこれで完了です。続いてASROCのドライバーをインストールしていきます。 PC 側にディスクドライブがある場合はそのまま入れてインストールしましょう。ない場合は別 PC から USB にインストールメディアを作成し、そこからインストールします。別 PC のディスクドライブなどにディスクを入れ、 USB に適当な名前のフォルダを作っていきます。そこにディスクの中身をドラッグ&ドロップでコピーしていきましょう。インストールする PC に USB を差し込みます。先ほどコピーしたフォルダの中から ASR セットアップを選択します。ドライバーズ&ソフトウェアからインストールオールを選択して、ドライバーなどをインストールしていきましょう。ドライバーのインストールが始まります。すべてのインストールが終わるまで何度か再起動するので注意しましょう。ドライバーインストールコンプリーティッドと出たら完了です。ドライバーなどがインストールされています。その中のアップショップを開いていきましょう。緑色の A と書かれたマークのものをインストールします。A チューニングというソフトがインストールできたので、選択して開いていきましょう。A チューニングは簡易版の BIOS 設定ソフトのようなもので、説明書にも載っています。オペレーションモードから PC のパフォーマンスを設定したり、オーバークロックやファンなどの設定もできます。あくまでも OS での操作を目的としたソフトです。BIOS 画面からの方がより細かい設定ができるので、必要な場合は電源を落として F2 キー連打で BIOS 画面に入り設定しましょう。RGB LED からライティングや色味を設定できます。モードからライティングを変更したり、右側のグラフから色味を細かく調整することができます。
ASRockのマザーボードに付属していたドライバーのインストールはこれで完了です。その他にインストールされたソフトも必要に応じて設定していきましょう。